何もかもが真っ白だ。体も重いし、暑くて息苦しい。部屋の扉閉めてしまえば、完全に下界の情報はシャットアウトされてしまうんだ。表へ出てみろ。オラがガキの頃、気が狂いそうで1ヶ月もいらんなかったっちゅう意味がわかるぞ。場所が、それに何にもない。地球と同じ広さらしいぞ。気つけろ。遠くに行き過ぎと、ここを探せずに迷って死んじまうかもしんねえかな。こんなとこで1年も。早速修行始めるぞ。まずはご飯。おめえをスーパーサイヤ人にする。スーパーサイヤ人に僕がなれるのかな。もちろんだ。おめえもれっきとしたサイヤ人の血引いてんだぞ。とりあえずスーパーサイヤ人になんねえとな。本格的な修行はそれからだ。うわっ、どうだ、なかなかすごいだろ。おめえ重力の特訓は初めてだったよな。まあすぐに慣れるって。死んねえぞ。
ファン、おめえはオラの子だ。自信持て。は、はい。おめえの出番だぞ、ごはん。僕がシェルト？無茶を言うな、悟空。戦えるわけないだろう。確かに見違えるほど実力は上がったが、相手は貴様でもかなわなかったセルだぞ。クロ、ゴハンはオラたちの思ってる以上に信じられねえような力を持ってんだ。どうだゴハン、さっきの父さんとセルの戦いすごすぎてついていけねえと思ったか？思わなかった。だってお父さんもセルも思いっきり戦ってなかったんでしょ？セルはどうか知らねえが、父さんは思いっきりやってたさ。つまりおめえには手抜いてるように感じたんだろ？そうなのか、ご飯。はい。レイ、ご飯。平和な世の中を取り消してやるんだ。学者さんになりてんだろ？ありました。やってみます。お前みたいにひどいやつでも、お父さんみたいに
戦ったりするの好きじゃないんだ。僕は昔から怒りでカッとなると自分の意志を超え、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。おお、失敗だったな。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。やはりガキだな。それどころか私はどうしても貴様を怒らせたくなった。お前たちまで巻き込んで犠牲にしてしまうことを許してくれ。俺はセルと共に自爆する。残念だったな、16号。もっとも爆弾ごときで私が死んだとは思えんがね。所詮貴様はドクター・ゲロの失敗作だったようだな。なんだ？あれは？さあ行け、セル・ジュニアたちよ。やめろ！孫悟飯。正しいことのために戦うことは罪ではない。話し合いなど通用しない相手もいるのだ。精神を怒りのまま自由に解放してやる。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。いいアドバイスだが、私は私のやり方でやっているのだ。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。余計なお世話だ、出来損ないめ。許さないぞ、お前たち。やっと真の力を見せたか。これで面白くなってきたぞ。Yeah!
るなよ、クズ。まさか本気でこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。大きく出たな。では見せてやるぞ、このセルの恐ろしい真のパワーを。くー、マセンコ。カメハメハ。なぜだ、あ、なぜあれほどのパワーがえやつに。おい、何をしている。とどめだ。すぐにとどめをさせ。もうとどめを。まだ早いよ、お父さん。あんな奴はもっと苦しめてやんなきゃ。18号だ。18号を吐き出した。ち、つまらない。それじゃお前ももう終わりだな。許せん、許せねえ。貴様らはもう終わりだ。あと1分で俺は自爆する。俺も死ぬが貴様らも全部死ぬ。地球ごと全部だ。早くとどめを刺しておけば。なんだ悟空。やっぱどう考えてもこれしか。地球が助かる道は思い浮かばなかった。バイバイ、みんな。悟空、お前、まさか。悟空。ここまでよくやったな、ご飯。すごかったぞ。お父さん。母さんにすまねえって言っといてくれ。消えた、悟空の気が。お父さん。
驚いているようだな。何がおかしい？気でも触れたのか？僕の思い上がりで死んでしまったお父さんの仇が打てて嬉しいんだ。貴様はぜひこの手で殺したかったと思っていた。そらどうかな。今度はそううまくいくとは思えんがな。こいつは耐えきれるかな。お遊びはもうせんぞ。すぐに終わらせてやる。こいつは耐えきれるかな。カメハメハだ。スーパワーだ。ハだハだ。どこを見ている。まだまだこんなものではない。こいつは耐えきれるかな。僕が戦わないと。セルを倒すのはこの俺様なんだ。お父さん、ごめんなさい。セルから地球を守れなかった。守れたはずの地球を。おい、こら、諦めるなんてねえだろ、ごはん。お父さん。大丈夫、勝てる。自分の力を信じろ。最後に見せてくれよ、オラたち二人で作った力を。さあ、終わりだ。終わりにしてやる。今だ。
そんなバカな、この私が。あの野郎、大した威力じゃないが、気候波を。違うな。殺せば負けになってしまう。わざと弱く撃ったんだ。あいつ、なんで。やつは自分の能力をはるかに超えた力を持ってしまってるらしい。分からねえ。どういうことだ。降参なんかしないわよ。してたまるか。もう十分頑張った。降参しろ。降参するんだ、ビーデルさん。おのれ、もう許さんぞ、あのクソ野郎。おい、それまずいぞ。落ち着け、ご飯。やだ。おい、ごはん。ごはんくん。
様の相手は僕だ。な、ポポビッチ、つらいぞ、貴様だけは。ごはん、次おめえの番だけど、ちゃんと修行してたか？残念ながら平和をいいことに大したトレーニングはしていなかったらしい。今では俺たちの方が力は上だ。もっともこいつは逆上してぶっちぎれるとどうなるかわからんがな。だ、ダーブラ。人間としては大したものだ。褒めてやるぞ。だがここまでだったな。この私が相手をすることになってしまった。ふん。ナンバーワンの貴様がもうご登場ってことは相当焦っているらしいな、バビディは。ふん、無駄口を叩くのはそれぐらいにして、さっさとかかってこい。貴様らまとめてな。ダメダメ、お前を倒すのは僕の番なんだ。なんだと？舐めるのもいい加減にしろよ。これで終わりだ。本気を出せ。その程度じゃ勝負にもならない。よっ、うん、だ、
こっちだ。これで終わりだ。これで終わりだ。間に合って。兄ちゃん、よかった。死んだんじゃなかったんだね。ああ、危ないところを助けられたんだ、海王神様に。他のみんなは？殺されちゃったよ、魔人ブーに。何？おいしかったぞ。みんな食べちゃったんだ。俺がチョコにしてな。おい、まさか俺と戦うつもりか？違う、貴様を殺すつもりだ。おお、おお、おお、思い出した。お前
前俺に吹っ飛ばされたやつだ。ん？こっちだ。スモロのお出ましだ。どうかな、ごはんくん。無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。汚いぞ、てめえ。二人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。そこで考えたんだ。スーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すればどんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。そういうことだったのか。だがそうやってペラペラしゃべくってる割には頭の悪さは変わってないようだな。どうせ吸収して一等賞になりたかったらこの俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。何も分かってないようだな。何？前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。さてと、勝負を急がせてもらうぞ。貴様にしては冷静な判断だ。心さんも吸収したのは正解だったようだな。よっしゃ。
だな。よっな。だ。本気を出させてもらいますよ。スノロメだ。やっ。ほら、しまった。ほら。すご。ほら。だ。残念。やっ。どうした。やっ。あら、あだだ。だ。うわ。よっ。やっ。だ。ほら。まずい。や。ち。観光さっぱり分かったな。よっだだあカメハメハカメハメハなんの目的で地球に来た？決まっているでしょう。復讐ですよ。孫悟空はまだですか？
せっかくやってきたのにお友達がみんな殺されちゃってたら孫悟空はさぞ無念でしょうね。ごはんくん、やっちゃって。あんたならバッチリ勝てるでしょ。兵士たちだけなら多分。でもフリーザはやばいです。以前とは別人と言ってもいいくらいはるかにパワーアップしてますよ。あの男どこかで。なるほど、あの時の孫悟空の息子でしたか。皆さん下がっていてください。手伝わなくてもいいのか。もう子供じゃありませんから。そうか。子供が生まれたんだ。穏やかな場所で優しい子に育ってほしい。だからお前たちみたいな奴らに来られると本当に迷惑なんだ。あなたにはたっぷり苦しんでから死んでもらいますよ。さあどうしました。早く逃げないと殺してしまいますよ。おや、もう動けませんか。孫悟空と違って諦めが早いですね。殺してあげるよ。サイヤ人は私の手で。ざまあみろ虫けら、ざまあみろサイヤ人、ざまあみろ孫悟空、死ね。頼みます。
よし、行くか。少し黙りましょうか。バレては仕方ないですね。少し黙りましょうか。しまった。やっ、やっ、どうした？あなた、やっ、どうした？よし。少し黙りましょうか。やっ、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 やっ。立ち上がった。ご飯、大丈夫なのか。まさかあいつら本気で戦うふりをしていたのか。最初の攻撃を受けた時感じたんです。これは本気じゃないって。だったら乗ってやろうとフリーザの作戦に。ま、あなたがそんなこともわからないおバカさんなら殺していましたけどね。これでフリーザが味方だということが分かったな。だといいがの。もしご飯が気づいていなかったらやっぱり裏切ってたんじゃないかなって。孫ご飯さん、これからも優勝に向けて力を合わせ頑張りましょうね。
足手まといにはならないでくださいよ。分かっています。おい、ディスパー、僕たちが相手だ。調子に乗り上がって、まとめて俺が落としてやるぜ。私としたことが。しめた。これなら。何？お前をブブ隊から落とすことが僕の役目。フリーザー。なるほど。さすがはリーダー。これは素晴らしい作戦ですね。安心してください。すぐ楽にして差し上げますよ。やめろ。